ラタクエイは、中華民国の軍人。ジは、アオ。ゴーは、ジー。国民革命軍、中華民国陸軍の軍人。最終階級は、二級上昇。補定第八期砲兵下卒業。同期の空軍総司令官、周ジューと共に、鎮政の義兄帝、副臣と目される人物であった。日中戦争、太平洋戦争では、 第19集団軍総司令、中国遠征軍第一祖事司,司令長官等を歴任し、各地で日本軍との戦闘を指揮した。1914年に大保健官学堂を卒業し、王保中学に進学する。しかし、軍人の道を志すようになり、1918年に保定陸軍軍官学校を受験。この年は落第したが、その翌年に、 第八期方陛下として合格した。この時に、同期の鎮西、周至る十と、意気統合し、義兄弟のちぎりを結ぶ。1922年に卒業すると故郷に戻り、王保中学教務主任となる。また、古山中学を創設した。間もなく、孫文らによる革命に、羅卓衛も同調し、1923年には、牛を梅軍参謀に任ぜられる。 1925年8月、陳政の紹介で国民革命軍に加わり、統制で軍港を挙げた。1926年7月からは北伐に従軍し、翌年4月、第21市市長に昇進した、陳の要請を受ける形で、同志参謀所所長に任ぜられる。その後も陳らの第21市は、北伐で、孫連邦軍撃派などに貢献し、 1928年春、陳が陸海空軍総司令部経営司令に昇進すると、ラモその下で警備士の団長を務めた。北伐終了後、陳政の部隊は再編により第11師となり、陳は副市長、ラ・タクエは同志参謀長に任ぜられた。翌年7月、陳は市長に昇進し、ラモ第33旅び長。 さらに副市長に昇進した。ラは中華級の軍艦を、公補軍艦学校卒業生に次々と入れ替えて、戦闘力の向上に努力し、その結果、第21市は1930年の中原大戦など、反省解析との戦いで顕著な活躍を見せることになる。戦後、陳は、第18軍軍長、ラは、同軍参謀長にそれぞれ昇進した。 翌年に、ラは、第十一市市長となっている。1931年5月、ラ・タクエは、第十一市を率い、厚生省での、第三次中国共産党総統作戦に参加した。しかし、後軍の巧みなゲリラ戦に翻弄されて、大きな消耗と損害を強いられている。その後、鎮西の推薦により、ラは、第十八軍副軍長兼第十一市市長に、 昇進した。1933年には、第五軍軍長に昇進し、第四次共産党総統に参加したが、この時もラは苦戦している。しかし、同年9月の第五次総統にも参加し、最終的に行軍を調整に追い込んだ。1935年9月、ラは、 第18軍軍長に昇進し、翌1936年に、良好事変が勃発すると平定、葛軍前的葬式に任ぜられ、新校制覇軍を撃破した。同年9月には、公衆行英弁校長主任県参謀長代理、越官鉄路警備指令などを務めた。1937年に、日中戦争が勃発すると、ラ・タクエイは、 第16軍団軍団長に任命され、左翼軍の一角として、上海で日本軍迎撃に参加した。らは前線したが最後は防衛戦を破られて、無尺方面へ退却している。11月、らは第15集団軍総司令に任命され、さらに南京栄寿司令長官、東聖地を補佐する副司令長官も兼任することになった。しかし、 上海の戦いで、すでにラの軍はひどく損耗しており、日本軍を撃退する力は残っていなかった。南京陥落後、ラは、イケル関節変区へ部隊を退却させ、しばらくゲリラ戦を展開している。1938年1月、第19集団軍総司令に任せられ、6月からは武漢海戦に参戦し、9月には、鎮西の公認として、 武漢英樹司令を務めた。1939年3月、ラ・タクエイは、第19集団軍を率いて、南昇海戦に参戦し、第9戦区前的葬式に任ぜられた。当初は、正面から岡村康次らが率いる日本軍を迎撃し、一定の戦果も上げたが、最終的には、南昇を疾患し、損耗も重大であったため、ゲリラ戦へと作戦を変更している。 その後も第一次調査会戦などにも参戦し、1940年2月に第九戦区副司令長官に昇進した。同年12月には第三次調査会戦に参戦し、南方追撃軍総司令として周辺の日本軍総統に従事している。ラ・タクエの日中戦争での指揮は、紹介席からも高く評価された。そのため、 1942年4月、連合国軍との共同作戦に従事する中国遠征軍で第一祖事司令長官に抜擢され、ジョセフ・スティルエルと共にミャンマー方面で日本軍を相手に指揮を取ることになる。しかし、日本軍が雲南省東一を攻略したために大路を切断されてしまい、ラは日本軍の封鎖を突破して退却したが損害は大きかった。 10月、遠征軍第一祖事司令長幹部は廃止され、新たに、インドで、中国中印軍葬式部が成立し、スティルウェルが葬式、ラが副葬式となる。しかし、ミャンマーでの作戦失敗などが原因となり、スティルウェルとラの関係は、不穏なものとなり、結局数ヶ月で、ラは辞任、重慶に戻った。期間後の1943年5月、ラ・タクエは、 軍令部次長に任せられ、さらに軍事委員会経輪幹部訓練団、教育長に移る。その後も、軍事委員会、正しくんところ主任、全国知識青年従軍編連総監を、兼任するなど、青年への抗日教育、動員に従事した。1945年、中国国民党、第6次全国代表大会で、中央執行委員に当選している。 日中戦争終結後の1945年8月、ラ・タクエは、関東省政府主席に任命された。ラは省政改革に熱心で、1947年には、関東後仮盟計画を打ち出すなどしている。しかしその熱意にもかかわらず、財政上の困難もあって、政策実行は十分なものとはならなかった。また、 小政府主席任期中に三度海南島に渡り、パラセル諸島の接種工作に従事し、さらには、スプラトリー諸島の最南端の島を、南竹士島と命名する挙動までしている。1947年9月、国民政府主席島北行長い主任に、任ぜられていた、陳世の要請により、ラ・タクエイは副主任として昇平された。陳トラは、 東北での軍の拡充に尽力したが、東北民主、スラネ軍が10月に、周期構成を発動するとこれに講しきれず、翌年1月には、主力部隊である、新郷軍の覆滅という大惨敗を喫した。これにより陳は、主任から辞任に追い込まれてしまい、ラモ副主任から退いている。1948年8月5日、東北総被総司令部副総司令。 1948年12月末に、陳が台湾省政府主席県警備総司令に任ぜられると、ラモ、陳から再び招兵され、逃亡してきた国民政府軍の再訓練、整備に従事した。1949年7月、陳とラは、東南軍政長官公所の政府区長官に任ぜられている。1950年3月、ラ・タクエは、 相当不戦略顧問に任せられた。それ以後、国防研究院副主任、革命実践研究院副主任、幸福大陸設計研究院会委員など歴任。1961年11月6日、台北市にて糖尿病により没。去年66。ありがとうございます。